ープする。じゃ、行こうぜ。お疲れ様です、管理官。今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ県外になりそうなんで手短に話します。ご苦労。話は県警から聞いた。死体が出たそうだな。研究所の方はどうだった？改心対象者と思われる人物のリストを手に入れました。改心対象者だと？はい。文書改ざんを告白した吉川次官と札幌中央市議会議員の名前が載っていました。彼らを改心したのはマディスということか？おそらくマディスが改心を使って何かをしているのは間違いありません。リストに載っている人物とマディスの関係を洗えば謎が解けるかと。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って調べるつもりです。よくやった長谷川。これで事件解決に一歩近づく。ありがとうございます。この件、やはり怪盗団は無関係でした。あいつらのおかげで真犯人を挙げられるかもしれません。嬉しそうだな。え、そんなことは。まあいい。ここから先、事態が一気に動く可能性がある。用心を怠るな。誰が敵かわからんぞ。わかっています。ではまた報告します。善吉、調査進んでるのかな？何か分かったら連絡するって言ってたけど、待ってるだけって歯がゆいね。ああ、今は善吉を信じるしかない。あいつにしかできない仕事だからな。なんだかんだでおっさんに結構頼っちまってんな。事件の解決を願うのは俺たちも同じ。協力はしたいところだ。そうね。私たちは私たちでジェイル探しを続けましょう。もうすぐ福岡市街に入るわ。ソフィア、何か感じる？感じない。沖縄みたいに変な感じもしない。福岡にもジェイルはなしか。博多周辺は人口も多い。これまでの傾向から可能性は高そうだったが。全部の都市は回れないし、これ運ゲーだな。でもないに越したことはないよ。そうね。福岡にはないって分かっただけでも収穫。あいたたたた。どうした誠？ちょっと腰が。さすがに長時間の運転が応えてきたみたい。やばい、緊急事態だ。可及的速やかに休憩タイムするべし。大丈夫？まこちゃん、ごめんね、ずっと一人で。ううん、できるだけ急いで九州を回りたかったんだけど。うん、もう切り上げてゆっくりしよう。いろいろ疲れが溜まってるし。じゃあ今日はきちんとした宿に泊まりましょう。体を休ませなきゃ。そうだ、無理は禁物だ。今日は福岡で一泊としよう。ありがとう。じゃあ高速降りるわね。やってきたとよ、福岡。チカッパシャレトンシャー。何語だよ、適当方言使ってんじゃねえ。ここが福岡の玄関口、博多駅か。へえ、福岡なのに博多駅なんだな。つか福岡駅ってどこや？福岡県に福岡駅はない。福岡駅があるのは富山県だ。嘘、富山県？じゃあもしかして富山駅は博多県にあったりして。まあ細かいことはいいんじゃないかな。この辺りが福岡市の中心地ってことで。そうだね、早く宿を決めましょう。まこちゃんを休ませなきゃ。ごめんね、気を使わせて。んじゃ、がっつりうまいもん食って
誠に栄養つけてもらおうぜ。というわけだ。ソフィア、もろもろ頼む。もろもろ OK だ。もう宿は確保済み。店も任せろ。仕事早いな。さすがはソフィアだ。じゃあ早速宿に向かおうぜ。マジノーライフ。乳白色のスープに目の覚めるようなネギの青、そこに紅生姜の赤を添えれば、この三位一体がもたらす色彩の妙、どんのキャンバスに顕現した奇跡の美だ。食べないと覚めるよ。しかし屋台ってのは風情があるな。それにここなら我が輩も肩身が狭くないな。我が輩にもちょっと分けてくれ。大丈夫だ。我が輩をそこらの猫と一緒にされちゃ困るぜ。どっからどう見ても同じ猫だろう。腹壊しても知らねえからな。てか誠、疲れてるでしょ。私のチャーシュー分けてあげる。私のも持ってけ。ありがとう。なんだか気を使ってもらっちゃって。まこちゃん、腰の具合どう？ホテルでゆっくりお風呂に入れたし、ずいぶん良くなったわ。けど明日は運転するのは難しいかも。事故でも起こしたら大変だし。じゃあ明日は休みだな。福岡にもう一泊っておっさんに言っとくか。じゃあ明日は誠のために良さげなマッサージのお店探そう。任せろ。最高の店を選んでおく。でもやっぱ運転手一人じゃきついよな。俺らも早く免許取ろうぜ。ハルはすでに持っていると言っていたな。うん、一応ね。ほとんどペーパードライバーなんだけど。でも万が一まこちゃんに何かあったら、運転する覚悟はできてるから。いや、それは。まこと、急に顔色が悪くなったぞ。どうした？なんでもないのつかやべ、伸びる前に食わねえと。ふう、食った。もう思い残すことねえわ。さすがにあれ以上は無理か。汁気がなくなってしまったからな。三人とも替え玉七つとかありえん。わんこそばじゃないんだぞ。兄ちゃんたち、いい食いっぷりだね。5玉以上食べた人には記念品の丼を進呈だよ。おお、ありがとな、おっちゃん。ほう、これはいいものだ。車に飾っておくとしよう。前吉から電話だ。お前ら今どこだ？そうか、旅は順調そうだな。ようやく突き止めたぞ。その連絡だ。詳しい内容は会ってから話す。その方がいろいろと都合がいい。悪いが、急いで京都まで来てくれるか。新島が体調不良？なるべく急いで来てほしいとこだが。新幹線？いや、奥村に頼めないのか。免許はあるんだよな。福岡から京都までは山陽道一本だ。なんとかたどり着けるだろう。すまんが、あまり時間がなくてな。よろしく頼む。突き止めたって、黒幕は？とにかく、待ってましたって感じだぜ。明日の朝、ここを出ましょう。疲れたなんて言ってられないわ。そうだな。だが無理はするな、誠。おい、こっから京都までどんくらいだ？高速道路で約8時間だ。じゃ着くのは夕方か。トイレよし、シートよし、おやつよし。まこちゃん、体調はどう？
調子とは言えないわね。ごめんなさい、こんな時に。そっか。じゃあ、私が運転します。まこちゃん、代わって。え？ねえ、ハル？本当に大丈夫？ま、まことの顔色がまた急変化。あんま緊張すんなよ。ゆっくり行きゃ大丈夫だって。ハル？泣かせて。ちゃんとギリギリを攻めていくから。なんだ？なんか様子違くないか？あのね、みんなに言ってなかったんだけど、ハルはハンドルを握ると。行きます、あの風の向こう側に。まだ来てねえか。さすがに早すぎたな。まあ、やつの捜査を進め。なんだ。お前ら早かったな。死ぬかと思った。てか、むしろ死んだ。魂はみ出た。吐きそう。ハルには悪いが、これっきりにしてくれ。命がいくつあっても足りん。猫がな、気絶してる。起きろ。おい、奥村、何があったんだ。普通に運転してきただけかな。はあ、やっと落ち着いてきた。なかなか個性的な運転だったぜ、ハル。ありがとう、モナちゃん。いや、はめてないぞ。まあ、無事にたどり着けて何よりだ。それより、ここは一体何なんだ。警察の施設ではなさそうだが。万が一に備えた俺だけの秘密の隠れ家ってとこだ。元は知り合いがやってたバーでな。今は俺が個人的に調べ物するときなんかに使わせてもらってる。全吉のアジトってことだな。セーフルーム、いや、セーフハウスだな。これは2年前の新聞記事。余計なものは見なくていい。さっさと話を始めるぞ。で、何が分かったんだ、全吉。まあ、順を追って説明する。沖縄で見つけた改心者リストを徹底的に調べてみた。リストに載っている連中が改心されることで利益を得るやつ、そいつが黒幕だろうからな。それで浮かび上がったのがこいつだ。なんかいかにもって感じのやつだな。まさかここでやつとはな。いや、なんでもねえ。大和田純、69歳。現在10期目の衆議院議員だ。与党の要職を歴任し、内閣官房長官まで務めた超大物。去年の選挙じゃ、指導正義の後ろ盾にもなっていたらしい。指導だと？まさか、ここでその名を聞くことになるとはな。知り合いか？ああ、とんでもない大悪党だ。そうなのか。お前らとは浅からぬ因縁があるよな。だが、今はそれが本筋じゃない。改心リストに載っていた連中は、その多くが大和田に敵対する議員だった。大和田が限りなく黒なのは間違いない。だが、さすがに改心の実行者とは考えにくい。
敵対する人物と友達にはならんだろうしな。で、奴の周辺に探りを入れたところ、頻繁に接触している起業家を見つけた。察しがいいな。そう、マディスの近衛明だ。マディスの社長、前に仙台で講演を聞いた人だよね。そしてあの沖縄の所長と近衛が頻繁に連絡を取り合っていたことが通信履歴で分かっている。これでつながったわね。ああ、大和田が邪魔な人間の改心を依頼、近衛がそれを実行で、その方法を提供したのが沖縄の所長。そんなところだろう。待て、近衛が改心を実行してるってことは、あいつジェイルのキングなのか。でもマディスの社長でしょ。社長なら誰かに命令してそうだけど。いや、それがそうでもねえ。知っての通り、改心させるには絵まで友達になる必要がある。大和田に敵対する連中も大物ばかりだ。この絵でなきゃ近づけなかっただろう。それに社長だからこそ他のやつにキングの座は譲らないだろうな。万が一にも自分が改心されるようなリスクは避けるはずだ。それにもう一つ、リストの人間が改心されたと思われる場所は全て大阪だった。え、大阪？なんで大阪？リストに載ってる人間でおかしくなったやつは全員大阪に行ってたんだよ。そして大阪にはマディスの本社がある。大阪にジェイルがあって、この絵がそのキングである可能性は高い。実際のところはソフィアに感知してもらうしかねえが。ジェイルならあったぞ。は？確かに途中で道を間違えて大阪を通ったけど。いや、だったらそん時言えよ。言ったがみんな忙しそうで聞いてなかった。ハルが運転してた時だから。あのアビ教官に紛れたか。ん？いや、まあそれなら話が早い。大阪にはジェイルがあることが確定した。あとはこの絵がそこのキングかどうかだ。そこまで分かったんならもう逮捕しちまえばいいじゃねえか。ああ、問題はここからでな。リストで分かったのはつながりと動機だ。改心を実行してたって証拠じゃない。これだけじゃ逮捕に持っていけない。できて任意捜査までだ。だが任意捜査には強制力がない。途中で相手に逃げられる。そしてもう一つ、改心者リストの中に警察の上層部の人間の名が複数あった。警察にも改心された人が？この分じゃリスト以外にも改心されたやつがいるだろうな。だからここに私たちを呼んだのね。敵がどこにいるかわからないから。やれても任意捜査まで。それすら上層部が改心済みじゃ通るかどうか。むしろ情報を流されて先手を打たれる可能性だってある。つまり警察は当てにできないか。へっ、そんなのいつものことじゃねえか。お前ら、俺も一応警察だぞ。とにかく真っ当な捜査じゃどうにもならねえってのは確かだ。しかしだ、お前らなら取れるだろう。真っ当じゃない手段が。ああ、予想通りこの絵がジェイルのキングなら改心させて自白に追い込める。そうか、これまでこの絵にジェイルがあるなんて思わなかったしな。でもジェイルに入るにはキーワードがわからないと。まさしくそれが急いで京都まで来てもらった理由だ。実は今日マディスの本社でこの絵と会う手はずになっている。え、どうやったの？警察が被害の確認をしたいってことでアポを取り付けたんだ。お宅のエマをハッキングするという匿名予告があった。大丈夫ですかってな。お、私の出番か。いや、本当にやる必要はねえ。この絵に会う理由になりゃ何でもいいんだ。で、いつでもご相談ください。絵まで友達になりましょうと持ちかける。奴にとっても公安を手駒にできるメリットがある。
食いつく可能性は高い。そこでキーワードが聞ければ次はお前らの出番だ。これを伝えてから出発したかったんでな。急かして悪かった。本社ってことは大阪に行くんだろ。だったら俺らも一緒に行くぜ。そうだな。キーワードが分かり次第ジェイルに入った方が隙がない。いや、聞き出せるかどうかは賭けになる。無駄足になる可能性も高い。それに新島は本調子じゃないんだろう。お前らもまだ顔色悪いしな。まあ、もしお前らがやられたらそれこそ俺には打つ手がなくなる。お前らには万全の状態でいてもらわなきゃな。分かった。じゃあ我が輩たちは全吉の連絡を待てばいいんだな。なんだよ、また待ちかよ。お、そんなこと言っていいのか。せっかくいいものを用意してやったのに。いいもの？おっさんの言ってた旅館ってここだよな。マジ？ここ泊まっていいの？すげえ高級そう。京都でも指折りの温泉旅館だな。一泊一人4万円だそうだ。4万円？長旅のねぎらいだと言っていたが、さすがにこれは。捜査費用から出すって言ってたけど本当に？まさか。まさかよね。こりゃ全吉に感謝だな。よし、お前らとにかく突っ込むぜ。うわ部屋も超綺麗じゃん。やべえ、逆に落ち着かねえ。食べ物以外でも泣くんだな、お稲荷。ここならまこちゃんもゆっくりできるね。そうね、温泉もいろいろ効能があるみたいだし。早速突撃！温泉温泉！今度こそ私も入りたいなあ。沖縄の時みたいに水中を案内してくれ。待てー、ソフィア男湯に入れる気か？でも温泉にスマホ持って入っていいの？受付の注意書きにあったな。携帯の持ち込みは遠慮願うと。なんてこった。仕方ないな、今回はおとなしく留守番してる。後で部屋のお風呂に入れてあげるね、ソフィア。やった、ありがとう。ハル、猫がなは一緒に行ったらどうだ。ここはペット用のシャワーがあるらしい。ペット扱いすんな。まあ行くけどな。温泉でゆっくりしたら美味しいご飯が待ってるね。ネットで見る限り夕食はカニ、しゃぶしゃぶ、京野菜、そしておじやと豪華すぎる。涙の次はよだれか。おいなり、どうも、こういうもんです。この江社長と面会の約束があるんですが。申し訳ございません、現在この江は休養のため不在でございます。休養？詳しいことは存じません、お引き取りください。いや、しかし確かに今日なら会えると。申し訳ありません、本日はお引き取りください。どういうことだ。お呼びでしょうか、長官。おお、カブラギ君、待っていたよ。実は君に折り入って頼みがあってね。そちらは？こちらは大和田先生だ。君も知っているだろう。お目にかかれて光栄です、大和田淳衆議院議員。よろしく、カブラギ管理官。君のことは彼から聞いている。
大変に優秀だとね。ところで今は怪盗団を追っているそうだね。何でも世間で噂されている怪心事件の首謀者だとか。容疑があるというだけで証拠はまだ。いや、これはある筋から入手した情報なんだがね、怪盗団は国民的コンシェルジュアプリであるエマにハッキングを試みていたそうだよ。エマをハッキング？そうだ、そこから個人情報を盗み出し人を脅迫するのに使っていたようだ。盗んだ個人情報で脅迫し罪を告白させる、それが怪心事件の真相というわけだ。私は政治に身を捧げた人間としてこの国の行く末を案じていてね、奴らのように危険なテロリストを放置しておくことはできない。今すぐにでも逮捕して国民に誠意を示してほしい。どういうことでしょうか、長官。世間を賑わす賊をいつまで放置しておくのかと政府与党で議論になっているそうでね、我々警察としてはぜひともその声に応えたい。私も次の選挙には出馬予定でね。君ならわかるだろう、カブラギ君。実績が欲しいと。そう明けすけに言わんでもまあそういうことだ。証拠もないまま怪盗団を逮捕して一連の事件の幕を引けとおっしゃるのですか。それを用意するのも君たちの仕事だろう。エマを運営するマディス社の近衛君とも協議済みだ。彼も怪盗団逮捕に協力してくれる。お言葉ですが、時期尚早かと。怪心事件で結果的に悪事を暴く怪盗団を支持する声もあります。下手に逮捕すれば批判の矛先が我々に向く。せめて脅迫の構成要件を満たすかどうかを。被疑事実は殺人だ。え？沖縄にある AI 開発の研究所で死体が上がった。被害者はエマ開発の責任者。怪盗団がハッキングに必要な情報を得た後殺したということだ。わかるかね、事態は一刻を争うのだよ。これは鏑木君にもメリットのある話だ。君には理事官の椅子を用意してやる。長官。事実上の公安トップだ。不満はないだろう。君を見込んで頼んでいるんだよ、鏑木君。なるほど、わかりました。お二人がおっしゃるのであればそのように処理しましょう。おお、君ならそう言ってくれると思ったよ。聞いていた通り話のわかる人物のようだ。いずれ警察庁長官を目指してみないかね。君なら務まるだろう。ありがとうございます。では後のことはお任せください。所詮は国家の犬、吠えていい相手にだけ吠えるのが我々の仕事だ。疲れが見えるな。おっさん、うまくやってっかな。あれで善吉は頼りになる。今は信じて待とう。この絵のキーワードさえ手に入れば、そこからは我が輩たちの出番だ。気を引き締めておけよ。うん、その息だ。頼りにしてるぜ。もしかしてここって混浴？誰もいないみたいだけど。入れ替え制らしいわ。
20時には女性専用に切り替わるみたい。男湯側のドアには自動的に鍵がかかるんですって。じゃあ安心だね。よし、のぼせるまで浸かるぞ。え、なんで、なんであいつら来てんだよ。露天風呂と男女が入れ替わる時間だったか。どこにだよ。つか、それまずいだろ。落ち着けお前ら。我が輩たちの名誉がかかってる。怪盗として、いや紳士として見つからずに脱出するんだ。失敗は許されない。作戦開始だ、ジョーカー。極楽だぞ、とろけそうだ。何か物音がしなかった？誰？のぞき？説明してもらおうかしら。最低。クズの所業だな。ちげえって、いつの間にか女湯になってて。故障だ、話せばわかる。信じてくれアンドロ、締め出されただけなんだ。だよな。言い訳無用。アンドロ、鉄拳制裁。天国見えたぜ。はあ、結局無駄足かよ。あいつらに合わせる顔がねえな。確かにアポは取り付けてた。警察との約束をドタキャンするか。普通。速報です。先ほどマディス社代表取締役の近衛明氏が緊急の記者会見を開き、大人気コンシェルジュアプリエマの一時運用停止を発表しました。なんだと。この度は利用者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。弊社のコンシェルジュアプリエマがハッキングを受けていたことが判明いたしました。結果、誠に遺憾ながら一部の個人情報が流出したことも確認いたしました。大変申し訳ありません。弊社としましてはこの事態を重く受け止め、早急にセキュリティ対策を万全とすべく一時エマの稼働停止を決定いたしました。なお我々の調査の結果、ハッキングの犯人は巷を騒がせている心の怪盗団であることが判明しております。何？怪盗団は弊社 AI 研究所の産方修造氏を殺害し、研究データを摂取、そこで得た情報をもとにエマのハッキングに及んだと考えられます。殺害？バカな。昨今再び世間を騒がせている怪盗団の事件は、盗んだ情報で対象者を脅すという悪質な脅迫事件であったことも判明いたしました。怪盗団、いや人殺しも厭わぬテロリストどもよ、我々はお前たちには屈しない。必ずエマによる新しい社会を実現する。偽りの正義を語り悪行を重ねるお前たちは真の正義によって裁かれるだろう。以上、記者会見の模様でした。すでにこの件は警察にも通報済みとのことで、怪盗団の速やかな逮捕が待たれます。怪盗団、何してくれてんねん。人殺したってほんまに？うわ、エマ動いとらんやん。どうなってよがる。まさか。なんで誰も出ねえ。
ったれ。ご苦労。管理官。遅かったな。管理官、俺の話を聞いてもらえませんか。管理官、沖縄で伝えたはずです。怪盗団は一連の怪心事件とは無関係だと。それが何だってこんなことに。近衛社長の会見の通りだ。怪盗団にはエマへの不正アクセス容疑および研究所所長の殺人容疑がかかっている。近衛の一方的な主張でしょう。ハッキング被害の裏は取れてるんですか。それに殺人などありえない。所長はあいつらが行った時すでに。随分と怪盗団に入れ込んでいるようだな、長谷川警部。やつらは事件の最重要容疑者だったはずだ。目的を見失うな。我々は犯罪に対して公正でなければならない。それにこれは警察庁長官直々の命令だ。私に拒否権はない。長官、おかしいとは思わないんですか。なぜ長官が口出ししてきたのか。この件には何か裏が。お前の妻が死んだ時のようにか。あの時に言ったはずだ。組織は腐敗している、だが強大だ。正面から立ち向かっても勝ち目はない。正義を成したいなら耐えることを覚えろとな。そしてお前は約束した。悪を倒すためならどんな痛みにも耐えると。ここは耐えろ。いずれ時が来る。しかしあいつらは。私が上に立った時クズどもを一掃する。お前が望む正義を執行する。犯人はあいつらじゃ。だから今は命令に従え。確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。困っている人間がいるなら助けてやるのは当たり前だろう。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。ここは私で十分だ。お前は娘のそばにでもいてやれ。娘。どうしてお父さん、どうして聞いてくれないの。本当の犯人は別にいるのに。警察は正義の味方なんじゃないの。茜、待たせたな。準備はいいか。全捜査員突入開始。待て。逃げろ逃げろ。お前だ。バカめ。この男を逮捕しろ。公務執行妨害の現行犯だ。怪盗団を逮捕する。全員突入しろ。